今回は2度の J1 昇格を経験し、2023年は J3 から再起をかける松本山雅 FC の歴史について紹介します。松本山雅は J2 初昇格からわずか3年で J1 昇格を決める快進撃を見せたものの、2度の J1 挑戦でいずれも降格を喫し、現在は J3 まで落ちています。この動画ではそんな松本山雅の栄光と挫折の歴史を紐解きます。ぜひ最後までご視聴ください。松本山雅 FC の前身は1965年創部の山雅サッカークラブです。2004年に運営法人として特定非営利活動法人アルビンスポーツプロジェクトを設立し、翌年クラブ名を松本山雅フットボールクラブへ改称しました。クラブ名を改称した松本山雅は2005年、北信越2部リーグを優勝し一部昇格を決めます。2006年は北信越1部リーグでわずか勝ち点1差及ばず2位となりますが、2007年に見事優勝を果たした松本山雅、2008年2009年のリーグ戦は4位に終わりましたが、第45回全国社会人サッカー選手権大会と第33回全国地域サッカーリーグ決勝大会で見事優勝し、 JFL 昇格を決めました。さらに2009年の天皇杯2回戦では J1 の浦和レッズを破る大番狂わせを起こした松本山雅、地域リーグ所属クラブとして史上初めて J1 所属クラブを破る快挙となりました。2010年2月に J リーグ準加盟クラブとして承認され、 JFL での戦いとなった松本山雅は序盤こそ苦戦しますが、後半戦は7連勝を記録するなど持ち直し、最終順位は7位とまずまずの成績を残します。そして2011年には運営会社が株式会社松本山雅に移行し、 J2 昇格に向けて新たなスタートとなった松本山雅、元日本代表ディフェンダーの松田直樹を獲得するなど積極的な補強を敢行し、 JFL 優勝、 J2 昇格を目標としてシーズンに臨みましたが、6月に監督の吉澤秀夫が解任となるなど序盤戦は低迷します。巻き返しを図る松本山雅でしたが、ここで思いもよらぬ悲劇が襲います。この年に加入しチームを引っ張ってきた松田が8月の練習中に突如倒れ緊急搬送されます。松田は急性心筋梗塞と診断され、そのまま意識を取り戻すことなく息を引き取りました。ディフェンダーながらアグレッシブなプレーでチームを牽引してきた松田の死、チームにとっては大きなショックとなりましたが、ここから松本山雅は奮起します。優勝こそならなかったものの、 J2 昇格圏内となる4位まで浮上し、見事 J2 昇格を決めた松本山雅、天皇杯でも J2 の横浜 FC、 J1 のアルビレックス新潟に勝利するなど快進撃を見せました。J2 初挑戦となった松本山雅は、アルビレックス新潟や湘南ベルマーレで監督を務めた反町康治が監督に就任、補強も積極的に行い上位を目指しました。初の J2 ということで苦戦が予想された松本山雅でしたが、第3節で J リーグ初勝利を挙げるなど健闘、最終順位は12位となりましたが、15勝14分け13敗と、 J2 創設初年度以外の年に J2 に加入したチームとして初のリーグ勝ち越しを記録し、上々の1年目となりました。2013年も積極的な補強を行うとともに、高卒大卒選手も多く獲得した松本山雅、前半戦は14位と低迷しましたが、後半戦になって盛り返し J1 昇格プレーオフ圏内に迫ります。しかし惜しくも5位のジェフ千葉、6位のビファーレン長崎に得失点差が及ばず7位に終わり、 J1 昇格プレーオフ進出とはなりませんでした。それでも確実にレベルアップしてきた松本山雅、2014年にはかつて横浜 F マリノスで松田直樹とチームメイトだった田中はゆまを獲得、田中は松田がつけていた背番号3を引き継ぐとともに、松本山雅を強くしてマリノスと戦うという松田の意思も引き継ぎました。前年惜しくも逃した J1 昇格プレーオフ進出を目標に掲げた松本山雅、反町体制3年目となるこの年は戦術が円熟化し、豊富な運動量と高い守備力、多彩なセットプレーで快進撃を見せます。前半戦を3位で折り返した松本山雅は後半戦さらに調子を上げます。第19節から第30節まで12戦負けなしを記録するなど、圧倒的な強さで自動昇格圏内の2位を維持した松本山雅は、第39節のアビスパ福岡戦に勝利し、3試合を残して2位が確定、悲願の J1 初昇格となりました。 J2 加入後3年での J1 昇格は、J2 創設初年度から参入しているクラブと J1 降格クラブを除くと史上最速の記録。そして松田の訃報からわずか3年、松本山雅を強くしてマリノスと戦うという松田の意思を早くも達成する形にもなりました。日本のトップ15、すなわち J1 残留を目標に掲げて初の J1 に臨んだ2015年、
松本山雅は序盤こそ健闘し、一時は9位にまで順位を上げますが、ファーストステージ終盤に5連敗と大失速。結局ファーストステージは残留圏内ギリギリの15位で終えました。するとセカンドステージは終了間際の失点で勝ち点を落とす試合が増え、あっという間に降格圏内に転落した松本山雅。結局このまま降格圏内を脱出することができず16位に終わり、1年での J2 降格となってしまいました。 J2 降格に伴い多くの主力を流出する中、 J1 昇格と定着を目指し、カウンターサッカーだけでなくポゼッションサッカーも取り入れた松本山雅は、開幕当初こそつまずきますが、4月に無敗を記録するなど調子を上げ、前半戦を3位で折り返します。後半戦はさらに快進撃を見せ、第25節から16戦無敗を記録した松本山雅。しかし第41節で17戦ぶりに敗戦を喫した松本山雅は、8連勝を記録していた清水エスパルスに勝ち点差で並ばれ、得失点差で3位に転落してしまいます。最終節は横浜 FC に勝利したものの、エスパルスも勝利したため、惜しくも J1 自動昇格圏内には入ることができなかった松本山雅。J1 昇格プレイオフでは6位のファジアーノ岡山に敗れ、1年での J1 復帰を惜しくも逃しました。2017年はさらに低迷し、8位に終わった松本山雅。2018年もホームスタジアムの芝の張り替えの関係で、開幕から6試合を全て長野県外で行う厳しいスケジュールとなり、開幕ダッシュに失敗します。しかし第7節からホームスタジアムが使用できるようになると、一気に調子を上げ、前半戦を4位で折り返しました。後半戦は得点力不足に陥りながらも、強固な守備力で勝ち点を重ね、自動昇格圏内を維持した松本山雅。大混戦となった優勝争い、昇格争いの中、最終節をスコアレスドローで終えた松本山雅は、なんとか首位を守りきり、 J2 初優勝と2度目の J1 昇格を決めました。最後まで攻撃力に課題を残し、42試合で総得点はリーグ10位の54得点だった松本山雅ですが、失点数をリーグ1位のわずか34得点にとどめたことで勝利を重ね、勝ち取った J2 優勝、そして J1 昇格でした。4年ぶりに J1 に復帰した松本山雅ですが、J2 時代から課題だった得点力不足が顕在化します。6月にはコパアメリカ2019に参加する日本代表のメンバーに前田大然が選出、クラブ史上初のフル代表選出選手となりました。しかしその直後の7月に前田はポルトガルへ移籍。ただでさえ得点力不足の中、攻撃の要を失った松本山雅はさらに得点力不足に陥り、最終順位は17位となり、またしても1年で降格となってしまいました。総得点はリーグダントツワーストの21と、長年抱えてきた攻撃面での課題を改善できなかったこともあり、 J2 昇格時から8年間松本山雅を率い、2度 J1 に導いた反町がこのシーズン限りで辞任となりました。この監督交代から松本山雅は一気に低迷してしまいます。元ザスパ草津群馬の布圭一郎が監督に就任して迎えた2020年、これまで築き上げてきた守備陣が崩壊し、前半戦を20位で折り返すと、布は解任となり、編成部長の柴田圭が後任監督を務めます。監督交代後守備が改善され、なんとか J3 への降格の危機は免れたものの、クラブワーストとなる13位でシーズンを終えました。すると2021年には積極的な戦力補強を行ったものの、前半戦17位に低迷し、柴田が解任となってしまいます。後任監督に七海博士が就任し、巻き返しを図りますが、後半戦はさらに低迷。これまでの課題だった得点力不足に加えて、守備陣が前年以上に崩壊した松本山雅は、ついには J3 降格圏内に転落し、まさかの最下位でシーズンを終えました。 J2 で優勝してからわずか3年、一気に J2 の最下位まで沈み、 J3 降格の屈辱を味わうことになってしまいました。七海体制を継続し、1年での J2 復帰を目指した2022年は常に上位にはつけるものの、大事な試合でことごとく勝ち点を取りこぼしたことが響き、2位の藤枝舞 FC に勝ち点わずか1届かず4位、沼とも言える J3 を1年で抜け出すことはできませんでした。2023年、松本山雅は新監督に下田正宏を迎えてシーズンに臨んでいます。長きにわたって築いてきた反町体制が終わるとともに低迷した松本山雅ですが、新たな体制となった2023年こそ J2 復帰を期待したいところです。いかがでしたか？中心選手を失った悲しみから這い上がり、一気に J1 までのし上がった松本山雅は、現在新たな壁にぶつかっています。この壁を乗り越えた先には、さらなる飛躍が待っているかもしれません。